2016年、ズルトレーダーにおいてのバイナリーオプションスペシャリスト賞の半前陽先生です。FX、株とですね、FX の投資ですね。左が株を買ってます。携帯じゃなくて、ちょっと忘れちゃいましたけどね。携帯会社じゃなくて、アメリカのね、DJI ですね。それを一本一本買ってですね、ND100 とですね、株ですね、を買いまして、それから、12個ぐらい通貨国、取引しました。右は落ちるといいんですけれども、マイナス396円。左はマイナス2884円ですね。株の方はね。左はちょっと株でね、落ちるところを見てるところです。ちょっとだけ落ちるんじゃないかというシグナルだったものですからね。右はね、そろそろ落ちるんじゃないかということで、上のピークで横になってきたんで、ちょっと売ってみました。全部売りですね。左だけは一時だけなんで、すぐ上がっていくと思うんでね、注意しないといけないわけです。バイナリーオプションでね、さっき3万ほど負けちゃったんで、10万円稼いだんですけどね。で、ここでまたマイナス1万円なんで、4万負けたんで6万ぐらいですかね、利益がね。ちょっと減らしちゃいました。利益10万から6万ぐらいにちょっと減らしちゃいましたね。大きく言って。これでまた、うまくつながるとね、30万ぐらいどん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 と上がっていくんですけどね。これ、右のがね、どんどん落っこっていけばね、1回で、1ミリで 2万ぐらいですか。ですからね。で、あと左もそうですね。1ミリで 2、3万ですから、利益がね。これちょっと落ちて、左の方はどうなのに、3万ぐらい稼げればいいんじゃないかなと思って、左の方は。右は30万ぐらいうまくいけば稼げるという。落ちていけばね、うまくね、すんなり。マイナス307円ですかね。左は2785円ですね。非常に緊迫してますね。こちらの方は3万ぐらい負けちゃいましたね。がっかりじゃないけども、ちょっと調整、ライブで調整してみます。自分で打ってね、たくさん打ってね、バカやっちゃいました。ただ、やっぱり指示通り打たないとダメですね。で、2つの口座ですからね、こちらの方はね。また上がってきたのかな、左は。右は落ちてきたんだね。右落ちてきて、左はね、上がるんですよ。上がると負けです。このまま上がっちゃうと負けですね。その状況判断。右はね、あんまり、そんなには動かないと思うんですけどね。ここで釣り上がることもあるんだね、右はね。注意しないといけないですね。
注意して落ちるのをちょっと見てると釣り上がることがあるんですね、これね、右ね。通学のほうはドーンと上がっちゃうと大変なんです。ドーンと上がってますからね、ドーンドーンドーンと上がってますからね、ドーンドーンドーン。しかしそのドンドンだからちょっと落ちる時期じゃないかな。1回2回3回釣り上がってますからね。それで2800円ですね、マイナスね。その3500円ぐらいのもうマイナスですかね。このままで見てればいい。一口で右側がねたくさんでね、もう1795とか1000とかね、121とか741とかね、まあそんな感じですね。右は落っこってきたんだね、219円ですよ。左も落っこってきてくれたみたいですね。やっぱりなんか FX の方が楽だな、こっちの方が楽だな、バイナルオプションよりか。バイナルオプション難しいよ、ほんと。落っこってきた、落っこってきた。どんどん起こってきてくれないんだけどね。これ下がってくるとどんぐらい下がるかだね。